こんにちは、カイチです。キングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということで最終章になります。まあこのリベンジアタックで、もうこの島中が荒らされてしまうか、あるいは両側の壁を撃破してエンディングを迎えるか、どちらかになりそうです。さあ、どっちから来るかな。逆方向っぽいですよね。来た、よかった、こっちだった。さあみんな、最後の戦いだよ。撃て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 。もちろん私も参戦だ。楽勝。これ多分普通の夜のアタックだな。リベンジ右だな。よし、相当やばい。違うワープゾーン。あ、なんか嫌な予感する。
よし、とりあえずこれ止めないと。うん、抑えたね。いやー、まさか左側まで来るとはな。どういう感じで復活させようかな。壊滅的だよね。よいしょ、マジで出てこい。え、まだじゃん。まだ終わってない。冬が来たってこと？そう、マジ？ちょっと、くそ。落としてくれよ。いや、抑えられるって。なんで？どんだけ食らったんの？どんだけ？だからこうなったってこと？いやいや、おかしいし。いや、みんな出ても、なんか暗っ。ダメージすっぱー。ようやく一体。いいよ。よし。いや、もう国が滅んでますけど。我が国は、いや、そんなね、そんな鐘なんか鳴らせるような感じじゃない。雰囲気的にも。見てよ、この感じ。もうそこら中壁もなければ、誰かが持っていた持ち物が、なんか津波があった後のように散乱してるし、水は流れとるし、なんかありますか？コインないですよね。よし。今まで貯めてきた貯蓄がようやく役に立つぞ。ちょっと、ほんと走って、ほんとに走って。引き出しをお願いします。まずは見直
呼び寄せる。引き出します。いや夜来ちゃうし、いや無理やし。なんかお金もなんか少なくなってそう。ブラッドムーン、これあれだよね、多分そのなんて言うんだろう、ああくそー、こういう感じで終わるの。多分さっきのリベンジアタックで何日か経ってる間にブラッドムーンの日があって、それがストックされてたんじゃないかな。全然兵隊いないし、あ、ブラッドムーンじゃなかった、よかったよかった、あかん、全然復旧しんぞこんなの。もうすごい難民、難民、あ、そうだそうだそうだ、壁を鍛えるんだった。痛しすぎる、うん、微妙。ああ壊れてないんだ。くっ、まあ1体ぐらいの何て言うんでしょう、嫌な予感しかしないですね。なんかタイムアップも近づいてきてる気がするんで。あーなんかやばそう、やばそう、水がもうないけど止められるか。狩りをしようと思ったけど終了。これは無理だわ。めっちゃノックされてるけど、ちょっと戻ってみますね。倒したやつがいないんですよ。多分城壁間際に弓兵が3人、高台にいたかな。ここですよね、ここまで待たないかんっていうのと、どうやらさっき作った騎士兵はもういないよっていう話らしいんですよね。多分これとか違う子でしょうけど、あれかもしれないですね、あの子かもしれない。ということで、スカルアイランド、私、挑戦に失敗いたしました。やっぱりあれですかね、その、調子が良くなってきてから、その攻撃を、素早くというか、やりすぎたのが原因だったのかな。でも冬近づいてましたよね。もう冬になりましたもんね。熊のスピードもあれかな。まあやっぱ一番は自分の中ではもうバリスタです。もちろんそのパンバーさんで人が集まるのがスピードがすごい速かったっていうのは、途中までのその順調さ加減のもう後押ししてくれたっていうのはあるんですけど、やっぱ守れないんですよね。あっと
という間にやられちゃう。UP は4体5体ぐらい来た時はもう本当に素人貫通して左側まで行きましたからね。いやー、そう、あれを食い止められない。いや、でも結構右用意しましたもんね。あと一歩及ばず。はい、ということでちょっとまた次回頑張ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。